新型コロナウイルスの情報です今日同内では621人の感染と3人の死亡が確認されました感染者は先週と比べて180人ほど少なく減少傾向が続いています一方でインフルエンザは引き続き札幌などで注意報が出ています札幌市内の小中学校は明日3校で学年閉鎖18校で学級閉鎖が決まっています